まさかあの状況で強引に独占するなんて予想外だったぜ。今回は俺の負けだ。今回はエリア独占、素晴らしい。いえいえ、聞き間違いです、聞き間違いですとも。神のおかげで多くのお金を得られ逆転できました。神よ、次もお願いいたします。あんな高いお店ありえないわ。次に見かけたら壁を蹴破って突っ切ってやるんだから。いくつもの危機的状況がありましたが、壁の力で勝利への道は開けました。剣の腕だけじゃ勝てない相手がいるというわけか。だがこのままおとなしく引き下がると思うな。笑いが止まりません。神よ、お許しください。